ゃあこっちは行かないで嫌な方が。よいしょ。うん、そっち危ないと思うよ。大丈夫そうだな。降りてきちゃうな。え？降りてきちゃう。ちょうどいい。腹が減ってきてもないけど楽しい。ちょうどいい階段だねこれ。あ、どうぞ。綺麗。大丈夫。うん。そうだったら中断でも大丈夫。ゆっくり行ってくれれば。うん。ペース合わせてくれるならいいけど。いや合わせる合わせる。それも合わせないんだね。修行。いや修行は普通はそれで。修行。あと一緒に行く必要性ないもん。修行です。でも今日は今日はいい子なので旦那に。普通は合わせるんだよ。今日は僕いい子なので。それで遭難しても知らないよ。そうなんだとか言って、うん、それが山舐めてるって言われます。まあいいよ、何でも。暑い。歩きやすいね。うん、非常に。神奈川は過酷なの。あの、もうあるだけありがたいみたいな。そうそうそう。感じ。あれこれなんか。作りやすいじゃん。これなんかすぐ終わったんじゃなかったっけな。なんかもうこれを登ってったらあっという間に終わった記憶あるけど。あのやる気ない運転が結構。温存するって分かったんで。目から疲れちゃうからさ、運転って。まあね。うん、本当スマホとかね。ですねーみたいな。蚊いるのも。へえ。まだってまだっておかしいけど。うん、いやフェラリアはずっと一緒なんだよ。コメントつきました。コメントつきました。あ、つながんねえ。あ、ダメっぽい。16だったらどうでしょうか。いいんじゃない。じゃあ80円の上下げ。うん、いや、いいんじゃない。どうぞ。元々安かった。状態良いよね、うん、うん、お願いしますって買えばいいんじゃない。いいじゃん、いいじゃん。いや、俺無理だよ。何が無理だよ。
この携帯で打てないかな。ちょっとそんな早くないから。うん、あなたやって。文字打つの遅くなっちゃうんだもん、ロケスって。多分そっちの方が早いと思うよ。綺麗だな、しかし。何キロって書いてねえのか。行かないよ。遠野山。こんなとこには道があるんだね。へえ。すんげえ自然溢れてんの。じゃない。これさっきのそこから来てもここにたどり着くんじゃん。水場ってやつから。ああ。さっきは近かったんですよね。ここでしょ。どう考えても。まっすぐ行ってるし。こんにちは。まあしょうがないんじゃない。あれこれもう終わりだよこれ。違ったっけ。なんか終わりだったけど、まだあるっけな。まだあった。そんな近くねえな。違ったっけ、うん、なんかそんなカードじゃなかったと。今度は。あ、全然まだあった。なんかある。ポンセコくん。ポンスリー。ポンスリー。